皆さんこんばんは、リサです。ちょっと今日の動画は今までねやったことないような感じの動画かなと思うんですが、5000円でコスパ最強のポーチを作ろう、イエーイという動画です。もちろんね、あのお金が無限にあったらもうこれもいいしあれもいいしってもうたくさんポーチに詰め込みたいものはあるんだけど、予算が5000円以下っていう縛りを設けた時にコスパ最強だなって思うものをこちらのポーチの中にぶっ込んでみたので、はい、そちらを紹介していこうと思います。まあ必然的にね、プチプラのコスメで選ぶっていうことね、今回はなっていくんですけど、本当にプチプラの中でも私が本当にこれはコスパがもう神だなって思うものをたくさん入れてみたので、じゃあ早速行ってみたいと思います。ちなみに今回は全部で5000円以下なんですけど、9アイテムあります。これだけでもすごいと思うんですけど、というわけでね、じゃあ1個目からいきたいと思います。じゃあ1個目、1つ目はこちらです。はい、これは本当にあの去年のね秋に出てから私が大好きで使ってるんですが、セザンヌのダスティンググロスリップです。ちなみにカラーは101です。こういうカラーなんですけど、本当にスルスル塗れてティントタイプで残ってくれて、なんか別に変な匂いがするとかもないし、グロスに近いようなツヤ感というかウルット感もあってくれて、1つ480円とはとても思えないクオリティっていうことで、あのコスパが最強すぎてこちら選びました。まあ、プチプラでも価格帯って結構幅が広くていろいろあるかなと思うんですけど、このリップだったら普通に1500円とかでも全然なんか買うなって思うレベル、ちょっとリアルじゃない？リップの1500円って1200円ぐらい、1400円ぐらい、1500円オーバーぐらいのね、こう微妙にこうプチプラの中でもあのリップの価格って段階がねあるかなと思うんですけど、全然1500円とかでもバリバリに買うよっていうようなあのクオリティかなって思うし、これがプチプラって考えた時にその値段だけど、これが別になんかデパコスのなんかどっかから出てるデパコスって言われても、私はあこれっていい商品だなって思うんじゃないかなと思ったぐらいすごくいいアイテムだなと思ったので、これは本当にあのコスパ最強神アイテムだなと思っています。まあ、まだね残りあるんですけど、もうちょっとでなくなっちゃったらこれはもちろんリピートしようかなって思うぐらい大好きなアイテムに出会えてよかったなと思うアイテムです。なのでこちら1つ目、セザンヌのリップ。リップが480円ってマジ意味わからないんだけど、ここは先進国なのかって思うぐらいのプライスになってるかなと思うんですけど、本当に語ると止まらなくなりそうなんでやめます。では2つ目はこちら、もう説明不要かなと思います。ザ・セブのカバーパーフェクションティップコンシーラーです。私はね最初に出会った時にデュオの片方がスティックで片方がリキッドになってるタイプを使ってたんですが、やっぱりあのコンシーラーってあのちょい直したい時とかもあるし、このサイズ感もすごくいいし、カバー力もすごくあるし、カラー展開も結構あの点5単位であるっていうところもすごくいいかなと思って、もう何年になるのかわからないぐらい使ってます。まあ他にもねいいなと思うコンシーラーもあったりするんですけど、結局コスパって面で考えた時にこれの右に出るものがここ数年現れてないっていうところで、もうこれはやっぱ神アイテムかなと思います。もともとね韓国で売られていたものなんですけど、あまりの人気でね日本でも売るようになってきたりっていうのがあってね、最近はすごく入手しやすくなったし、お店でも買えるし、もちろん Amazon とかね楽天とかネットでも全然売ってるので手に入れやすいし、はい、買いやすくあの安く商品もいいっていうところでこちら、はい、エントリーいたしましたね。もうこれはもうなんかあまりにも当たり前すぎて、もう説明はいいかなっていうぐらい神なアイテムかなと思います。これが2つ。では次、これ私動画では紹介したことなかったんですけど、こちらです。セザンヌシングルカラーアイシャドウ4番です。確か今ね4色出てると思うんですけど、これはちょっとしっとり、触るとしっとりしてるタイプで、ラメが一番キラキラしてるタイプです。こんな感じで結構ラメ感があります。今目頭のあたりにのせてみたりしています。このセザンヌのシングルシャドウのシリーズって去年出たのかなと思うんですけど、このラメ感が大きいものか、4色今出てる中では私が好きなのはこの一番ラメがキラッとしてる4番
ピンクの2番のものの方がフィット感があるかなっていう感じはするんですけど、一番使うのは4番なんですけど、一番この落ち しにくくてフィット感があるのは私は2番だと思います。目頭とかまぶたの中央とかにのせて結構こうインパクトというか存在感が出てくれるアイテムであるので、あのちっちゃいし1個こういうのポーチに入れとくとすごく便利なのでよく使うんですけど、まあなんといってもやっぱりセザンヌすごいなと思うのはこれが400円っていうところで、なんかコスパっていうのをね今回は縛りというかテーマでやってるって考えた時に400円でこのシングルアイシャドウが出るっていうのはすごいなっていう風に思いました。やっぱりまあコスパとしてすごく最強だなって思うし、まあ他にもねいいアイシャドウってすごくたくさんあって迷ったんだけど、まあ400円っていうワードが強すぎて今回選んでしまいました。推してるのはこの2つなんですけど、まあラメ結構キラキラ目立たせるのが好きっていう人だったらね、こっちを、4番の方をおすすめしたいかなということで、今回はこちらの4番を選びたいと思います。続いていきたいと思います。めっちゃボロボロになっちゃったんですけど、こちらじゃじゃーん、もうやばいことになってるでしょう。なんかもう折れちゃって、こちらですね、キャンメイクのクリームチークスの16番、アーモンドテラコッタ。もう名前を暗記してしまうぐらい本当に好きで使ってたんですけど、ついにもうボロボロになって、もうカッパカパどころの話じゃないんで、もうこれはさすがに買い替えないとなんですけど、これもあのセザンヌのリップと同じ時期に去年の秋コスメとして出たアイテムだったんですよ。カラーとしてはこのクリームチークスっていうのは昔からあるけど、このカラーはやっぱりもうドハマり中のドハマり、私がするメイク何にでも合うよっていうぐらいのアイテムで、まあ、冬場って乾燥するから結構クリームチークを使ったりっていうのも多かったっていうのもあったし、本当にもうこんなにめちゃくちゃ絵の具かよっていうような使い方めちゃくちゃ減るぐらいまで使ってるアイテムです。これは本当にコスパめちゃくちゃいいし、あのサラッとしてくれるし、色をちゃんと発色するけど、こうなんだろうな、ドバッとつきにくいっていうか、サラッとしたあれだからかぼかしやすかったりとか、すごく使いやすいのもあって昔から好きなんですけど、まあ、本当に神だなと思うアイテムだし、いつも私の一軍のポーチの中に潜んでいるアイテムかなというところです。はい、なのでこれ出てくるだろうなって予測してた人は正解です。はい、大好きなアイテムです。はい、じゃあ4つまで紹介したんで半分ぐらいですね。はい、じゃあ続きいきたいと思います。続いてはこちら、キャンメイクのクリーミータッチライナーの2番です。はい、これもね、あの新色も3番かな、出たか出るかしたかなと思うんですけど、このシリーズ本当にあの細くて描きやすくて、まあ、クリームだからあっという間になんか減っちゃうなっていうところもあるんですけど、やっぱり細いあのペンシルって間埋めやすいし、跳ね上げ描きやすいし、まあ、太いものよりもやっぱり細いものの方があの私は何でも好きなんですよ。アイブロウペンシルとかもそうだし、マスカラのブラシとかも細いのの方が好きだしっていうことで、本当にこれ使いやすくて、細いアイライナーのペンシルのものだとちょっと芯が硬いものとかも今まであったかなと思うんですけど、この細い芯でやっていける限界の硬さのクリーミー具合まで持ってきてくれたなっていう感じが使ってみてするので、すごくお気に入りで使っています。まあ黒も持ってるし、新しいカラーも持ってるんですけど、これは本当によく使うアイテムですね。もう2本リピしてこれ3本目ぐらいになるのかな、ちょっとわかんないんですけど、まあ他にもお気に入りのアイテムあるんですが、コスパとして考えた時に650円というね、すごく素敵な価格設定となっているので、まああの買って損はないアイテムかなっていうところで今回選びました。はい、これが5個目です。はい、じゃあ半分超えてきました。じゃあ次はこちらです。はい、またセザンヌ皮脂テカリ防止下地、これはライトブルーのカラーですね。一番お世話になってたのはあのこのピンクのボトルのデザインなんですけど、こっちはあのライトブルーってことで、もうちょっとねあの明るく仕上げてくれるというか、そういうタイプになってるもの、こっちの方が新しい買ったかなと思います。まあ本当にあの夏場って日本ってすっごい湿度でもうとんでもなく崩れるんだけど、やっぱこれ600円とはとても思えないぐらいの優秀さかなと思います。ちょっとね乾燥する感じはなきにしもあらずかなと思うんですけど、まあこういう下地の場合、なんかこっちのブルーのやつの方がなんかピンクのボトルって結構なんか手に出した時にちょっとなんか粒感みたいな、なんかよく混ぜたらなくなるんだけど、そういう感じがあった気がしたんだけど、なんかこっちのブルーの方がそういうのはないかなっていう個人的には思ったんだけど、みんなは使ってみてどうだった？なんか私のその
やつだけだったのかもしれないんだけど、なのでなんかブルーの方は最近扱ってるかなっていうところなんですけど、まあ本当にこの下地入れた時と入れない時じゃ全然あの崩れ具合が違うかなと思うので、プチプラだとやっぱり色物とかリップとかチークとかはよく使うんですけど、ファンデーションとかベースとかは結構デパコスのものを使いがちなところでここで入ってくるっていうのは本当に優秀中の優秀のアイテムかなと思うので、こちらエントリーしてみました。これは本当にあの名品だなと思います。作ってくれてねありがたいなっていうアイテムです。はい、これが7個目です。次はこちらです。はい、セザンヌの超極細芯アイブロウのこちら2番のオリーブブラウンです。はい、もうこれはね出た時に私すごく感動したんですが、私はアイブロウペンシルアナスタシアのものがすごく好きだよっていう話をもう何年も前からねこう浸透させているんで、もうリサさん分かったからもういいよしつこいよってみんな思ってるかもしれないんですけど、それ以来私あのペンシルって結構芯細いタイプ好きなんですけど、これは本当に細くて、しかもなんかこう一本一本ちょっと伝わりづらいかもだけど、こう毛を描いてるみたいに本当に描けるんですよ細く。ちょっと私が日焼けしちゃったから見にくかったかもしれないですけど、アイブロウのペンシルだとクリーミーすぎてなんか描けすぎちゃっても濃くなっちゃうから、こんぐらいなんか少し固めの芯で程よく色味がついてくれるところも好きでっていうのが気に入ってるアイテムです。でこのなかなかこうプチプラのアイテムだとオリーブブラウンとそういうカラーって意外と少ないんだけど、そのカラーで出てくれてるところもすごくよく髪色変えたりするし、なんかこうオリーブだったりとかアッシュ系とかもしたりするんで、それ嬉しいところですね。でこれがまた500円というお値段なので、アイブロウ、コンシーラー、アイライナーで結構同じものをこう連打で使うことが多くて減ることが多いので、アイブロウアイテムでお気に入りのものがプチブラだとすごく嬉しいし、アナスタシアちょっとねあの海外のものなので、まあ、入手しづらいっていうのもあるので、これはねドラッグストアで売ってるアイテムだからすごく買いやすいのでおすすめというところもあります。本当に一本一本毛を描くように描きたいっていう人にはすごくおすすめです。私今眉毛ねアートメイクやったんで、ちょっと薄いところとか毛みたいに足したいなって思うので、またこれもねぴったりかなと思います。はい、というわけで7個目がこちらです。はい、では8個目紹介していきたいと思います。8個目はもうすごく有名なアイテムなんですが、こちらです。クリオのプロシングルアイシャドウ10番、指原さんが使ったことでめちゃくちゃ有名になったアイテムかなと思うんですけど、これ私韓国行った時に買ったんですけど、もうこれがすごいおすすめだよって言われて買いました。もうなんかすごくキラッとしてくれるんですけど、軽くてちょっと重ねて乗せてあげてもあんまり邪魔にならずに、ラメ感もすごく綺麗なので、目にこれ乗せてあげるとすごく映えるのでおすすめです。もうこれもともと韓国でね売ってるアイテムなんですけど、あまりに人気なのでこれも Amazon だったり楽天だったりっていうところで買えるので、すごく入手はしやすくなってるかなと思います。まあ色味というよりはもうラメ感を足したい、サラッとしてまぶたにちょっとファッと乗せてあげると一気に映えるので、ぜひこれはすごくいいアイテムかなと思うので使ってほしいです。これ大好きです。私も他の色もねもっとたくさん買ってくればよかったかなと思うので、また韓国ね行く機会あったらいろいろ大量購入してこようかなと思います。はい、というわけで8個目のアイテムまで紹介していきました。悲しいことにあと1アイテムとなっております。最後に私が選んだこりゃあカニだなって思うアイテムはこちら、またセザンヌのパールグローハイライト1番シャンパンベージュです。はい、もうこれは私のチプラのハイライトの概念を壊してくれたアイテムなんですけど、やっぱりなんかこうプチプラのアイテムだとハイライトがなんかイケてるのがないなってずっと長年思ってたんですけど、去年ね去年だったよね、これのハイライトが出た時に使ってみて本当にパール感綺麗でプチプラとは思えないなって思ったのすごく覚えています。同時期に出たキャンメイクの方だともうちょっとねちょっと大きいラメが入ってた感じだったんですけど、こっちは本当にパールっぽくて人なでフェッてしてあげるとすごく綺麗になるので、まあプチプラのハイライトと本当に思えないなと思います。本当に一塗りで映える感じですね。もう結構白っぽい感じのカラーなんで、まあこういうのも好きなんですけど、もうちょっとカラー展開もうちょっとこれ増えてもいいかなと思います。少しピンクがかったものとか、夏場だったらちょっとゴールドがかったものとか出てもすごく可愛いかなと思うので、まあ欲を言えばも
今1色しか出てないけど、もうちょっとカラバリとか限定とかでも出てくれたら嬉しいななんて思ってるアイテムなんですが、本当にこうラメ感がすごく綺麗なのでおすすめです。ブラシもついて600円というお値段になっているので、これはもう買いでいいと思います。まあ、本当に下地、ファンデーション、あとハイライトって、やっぱりデパコスのものを使うことが9割ぐらいなんですけど、私の最近の顔事情的には。まあこのハイライトは全然なんかデパコスにも負けないぐらい本当にいいアイテムだなと思ったので、今回のねコスパのいいアイテムはデパコスと比較してもいいなって思うぐらいのアイテムっていうことで結構厳選して考えてるので、どれも本当にすごい私のお気に入りのプチプラのアイテムなので、持ってないよっていう人がいたらぜひね試してほしいかなって思います。はい、というわけで今回私が5000円で作るコスパ最強のポーチ、中身はこんな感じになりました。持ってる人もすごく多いかなと思うし、持ってないよっていうアイテムももしかしたら紹介したっていうのもあるかもしれないんですけど、もう本当にこれは名品ばかりなので、今年もね秋冬でもっとねやっぱ私の好きな色味がどんどん増えてくる時期でもあるので、まあ去年は秋コスメですごい可愛いアイテムたくさん出会えたので、今年もねもうちょっとしたら秋アイテム出るので、またいろいろ集めていいアイテム探していこうかなと思います。というわけで今日の動画はこんな感じでした。最後まで見てくれてありがとうございました。ではまた次のビデオでお会いしましょう。バイバイ。